エサンシは朝鮮民主主義人民共和国北部の両行道の道と、王力港に面した中国との国境の町である。国境となっている王力港がこの周辺では狭くまた浅くなっているため密貿易が盛んである。このため一説には生活水準は平壌より上と言われているが、一方で2016年現在、国内の電力難の余波を受けて、 一般住宅で電気が通じる時間は、1日のうちよくて2から3時間という情報も伝わる。標高2000メートル級の山々に囲まれた標高715メートルの江山盆地の中心部にある。朝鮮でも特に寒い地域であり、1915年には低摂氏42度を記録した。冬季の1月の平均気温は低、摂氏16.5度と骨幹である。 東は、雲行郡、東北は、普天郡、南は、鉱山郡、西は、サミズに接する。北は、王緑港を隔てて、中国吉林省の長城朝鮮族自治県がある。中国、吉林省の長城朝鮮族自治県から見た、江山市内。正面の川は、王緑港25道、四里を管轄する。長繁国際大橋と普天保記念歴史的には、 環境道交残群の一部であり、エサンチンを中心に、辺境防御の砦が置かれていた。この不死の出展北朝鮮内部、電力事情急悪化で、鉄道マヒアジアプレスネットワーク2016年11月18日閲覧、平年地データサン、気象庁、2013年4月2日閲覧、サン、ノース、 コリアクライメートノーマルズ1961から1990ワールドクライメートホーム2013年4月1日閲覧ありがとうございます